はい、田村です。おはようございます。2020年10月6日の株式で、今日ちょっと注目しているのはラクンホールディングスですかね。随分長いこと、そうですね、切り上げてきて新高値の、そういうレーティングが新規で B1、B プラスで2500円を目指しているということで、現在、昨日の終値が2205円で、現在気配が2215とか20とか言ってるので、気配値は悪くはないけれども、ちょっと一旦の一服のサインがちょっと出てるんですね。そんな感じですか。あともう一つは、日本パワーファスニング。これがですね、ドカッと上がって、その後ですね、この9月の16日にドカッと上がって、そこで終焉を迎えて、信用取引の問題ちょっと出てきて、嫌気させちゃったんですよね。で、その臨時処置っていうのを解除した。おとといにね、先週の、そこ打って、昨日、そうですね、ちょっと上がり始めたと。で、気配値が、153円だったのが昨日ですね。今153と154の間っていうところで止まってますけど、気配値自体はあんまりいいとは言えないですけども、今日とりあえず注目しておこうかなと。下からどのように上がってくるか、一度273円まで行ってるんでね、倍近く上がってくれたら面白いっちゃ面白いですね。以上です。